性格は死ぬまで変わらないが。兄弟で僕を仲間外れですか。面白い。僕みたいなインテリはじっと見つめられるのに慣れてなくて。現術対策か。舌で匂いを口内に送り、嗅覚感知もする。調べたさ、オロチマルを倒すためにな。自然が僕の味方をする。トラップでもあると見ておけよ、サスケ。手荒いぞ、サスケ。そうそう死にはしねえよ。顔の次は姿まで隠して引きこもるか。オロチマルの残り物を移植しただけの劣化版だな。それで隠れてるつもりなんだとしたら、どれが本物かは分からんぞ。流動的に肉体変化する能力だ。君も知ってるだろう。水月だよ。そしてかねてより僕が持っている圧倒的回復力。君のよく知るカリンだよ。生命力はゴキブリ並みだよ。いや、もう仲間ではないのか。この忍び世界で才能のないものは存在すら否定。どうやら15の能力も持っているようだな。あんなものはただの付け焼き刃。留置堂でね。留置堂だと。妙木山漆骨林と並び伝えられる悪者仙人の下で修行し身につけた。この僕が。サスケ、焦るな。感知能力が今までの比じゃなくてね。自然エネルギー。やはりこいつ。いいかい、それがあの暴走の秘密さ。一族の力の由来に目をつけ調べていて、ついにその力の源を探り当てた。オロチマル様はすぐにもその力を得ようと。だからこの僕のように完璧な仙人仕様には。やはり仙人モードの力を。蛇博士なら分かってほしいな。竜へと昇華したんだよ。答えてみろ。答えようもないお前らごときに。まさか。おのれ使うだ。一人五体が相手か。五体一。互いをかわし互いに連携を取る。おかげさまたちがマダラに苦戦している。フシ、チャクラも無限と来ている。アジトらしき場所をしらみつぶしに当たっているが、うまく結界を張っているのかもしれん。それ以上は戦線に穴が開く。カブトにこれほどしてやられようとはな。迫撃の術。うわあ、感覚を麻痺させ動きを止める地図。蛇の角膜で視界を閉じて光を無視した。ダメだ、スサノオを維持できない。いや、それより僕のチャクラを感知できてるのか。お前のチャクラがどこから来ているかははっきり感じている。君はお前に操られている間って言った。またお得意の嘘で僕を騙そうと。俺にそんな力はない。なら先にそこを守ればいい。先にサスケを捕らえる。俺を脅すモチーフだとしてサスケを利用できるからな。人の心を見透かし心を読む。だからこそ人を騙すのがうまい。いくら二人だろうとずっと仲違いしていた兄弟なんかじゃねえ。昔俺の任務についてきた時のことを覚えているか。行ってきます。思い出した。イノシシ。行ってきます。イノシシ退治なんだってね、兄さん。兄さんが任務を受けてやっつけに行くんでしょ。でも大丈夫だよ、僕が一緒に行くから。許せ、サスケ。兄さん、よく追いついたな。修行してるから。あれだね。殺すな、行くぞ。ああ。
そうだった。忘れてた。兄さん、まだまだ修行が足りないな。戻ったら修行をつけてやる。今ならあの大イノシシも仕留められそうだな。今こうしてみると、あんたがその目をいくら使おうが幻は現実になる。何かあっただろうことは伺えるが、真実だ。疑ってるみたいに聞こえるね、イタチを。君すでにイタチの真実を知ってるってことか。道理でイタチを倒した後。なるほど。兄を苦しめた木の葉を潰す気でいるんだね。やっぱり否定はしないね。さっきも言ったけど。なら、おかしいよね。君のやろうとしていることと敵対してない。木の葉崩しを継ぐものでもあるからね。イタチを後ろから突き刺し、そいつは本当は死んでる。一族を殺した犯罪者として、そしてイタチはその任務を全うした。弟だけは殺せなかった。お前らのビンゴブックにも対象外の印をつけ。弟の内葉サスケですわ。それだけの悪行をやったんすからね。俺たちの手で倒したかったぜ。国と里からの勲章と多額恩給も。まあそうですけど、俺が真実を語る。やめておけ。イタチは事実内葉を皆殺しにし、現にお前でさえなかなか裏切り者の烙印を押すような奴らのために。それが嫌ならお前は何を望む。俺のこの葉崩しは。イタチの生き様は僕もよく理解できる。この葉の忍びに拾われたはいいが、ずっと田里をあちこちスパイして回って本当の自分の居場所すらない。そして己が何者かわからなくなった。この葉の里のために働いたのに、生き残りの今の君が形成された。僕が兄として君のそばにいよう。奴は俺以上のスパイだった。里がどんなに闇や矛盾を抱えていようと、お前をそうしてしまったのは他でもない。一言だけちゃんと言っておきたい言葉がある。僕が江戸天聖の従者である以上、君ら自慢の動力の幻術も一切聞かない。この江戸天聖の術が無敵なのさ。言われなくても分かってる。で、どうする。相手の視覚に訴えることなくはめる道術なの。イザナギを知ってるのか。断蔵と戦った時。イザナギではない。それと対になるもう一つの近日、究極の道術。イザナギが運命を変える術なら俺から離れるな。何をしようとしているのか知らないけど、君たちは分かっていないようだね。生体機能を持たない者自体に、スサノオでサスケ君を守った分遅れたね。どうなるかは分かるだろう。最大の防御にもなるってことだね。悪いが僕の勝ちだ。どうしても失敗する姿が思い浮かばないんだ。自然界の法則や原理、内葉の七度。てろ！カブ、お前を見ているとお前は負ける。今はこの戦争の中心と言ってもいい。対立と共感、二つの感情を抱かせる全てをなし、完璧になることではないと。負け犬らしい方便だね。許すことができるようになることだ。本来できたであろうことをないがしろにしないためにも、本当の自分を見つめ直し認めることだ。己自身にも嘘をついてごまかしてきた。君らこそ僕の何を知ってる。ずっとこの前戦闘のあったとこだよ。おじき死ぬぜ。連れてくの。こう見えても医療忍術が少しできるの。お名前は何て言うの。何もわかんねえのかよ。ったく、てめえ運が良かったな。俺の肩につかまれ。最初から僕は何者でもなかを知らず、自分のなすら知る。てめえありがとうぐらい言えよ。礼儀どころか親も知らねえし。あなたは今日からここで暮らすのよ。名前もねえってのは不便だよな。何がいいかしら。カブトってのはどうかしら。考えすぎないことが一番です。よかった。てめえありがとうぐらい言えよ。どうしたものか。もう少し掛け合ってみるしかありませんね。また一人増えたばかりですし。私が何とかします。
ですから。こんな時間に何をしてるんだい。もう寝る時間だよ。この子はまだ来たばかりですし。初の耳のあなたを熱こと意味します。それ愛が輝くことができることを示すために、だけですしか知らなかったことの一半、どのくらいの時間が続かです。あなたは何を思っているつもりですかな。マザーは甘いんだから。今ここできっちり覚えましょうね。ちゃんと自分で覚えるんだよ。この子はまだ小さい方のところはもう9時。早速メガネがいるね。よく見えないなら見えないと早く言えばいいのにね。レンズの度が合ってるといいんだけど。名は記号、メガネは道具、僕は何者でもなかった。最初から僕に本当の自分を見つめ直し認めることだ。かつての俺のようにな。カブト、まだいける？はい、まだ。なんで忍び相手に俺たちまで。漆は包帯取ってきてくれる？あ、よっと。いい腕ね。その医療忍術、君忍びになれば。僕はそんなつもりないです。もったいないわね。あの歩きの巫女と呼ばれたお前が少しやつれたか。ノーノー、木の葉の里との援助金の話は根を離れた途端何も知らなくなった。隠れが大規模な作戦を企んでいるという情報を入手して岩隠れの里に潜入して調べてもらいたい。どんな作戦内容なのかも調べ。なら丘と違いです。私はもうマザーは必死にやりくりしこの院を守ってきた。歩きの巫女を置いて他にない。心を壊すか敵に寝返る。その顔すでに察しがついている。この院は随分泥棒が入りやすそうだ。子供たちまで盗まれぬよう用心すること、ね、分かってないのはそちらの方だ。分かりました。ちょっとマザー、よくも抜け抜けと。死んだ。代わりにここの子供を一人いただいていく。だが今回の分はその一人と交換だ。一人くらいはいるかもしれぬからな。カブト、どうして。僕は忍者に向いている。俺らと3年間を知ってんのか。みんなインデのルールを忘れたのか。もうとっくに寝る時間だよ。囲まれてる。もうとっくに寝てる時間だったのに。もう一度マザーやみんなに会いたかったな。マザー、そんな。岩隠れの里に潜入して調べてもらいたい。まだあの時の任務を続けてたのか。あなたは一体。僕だよマザー。カブトだよ。心配しないで、必ず助ける。誰なの。こっちだ。何がしがやられた。なぜ僕のことを覚えていない。マザーからもらったものは何だったんだ。このメガネさえも。これは僕じゃない。自分がはっきり見えていないよ。私は覚えてるわよ。カブ、私についてきなさい。なぜマザーがあなたを狙う。知りたくはないの。そう、つまりあなたが初めての客。知りたいことがどんどん増えるわね。ならさっさと教えてください。あなたもマザーも処理することに決めてた。あなたたちはスパイとして優秀すぎ。強力な術や武器を。今や君は危険人物とみなされてる。初めから決められていたんだけど、君が院を出た本当の理由を話した。マザーは君を根から解放することを願い、暗殺するよう命令した。君だったのよ。なぜマザーは僕だと気づかなかったんだ。そこにもからくりがあるのよ。君とマザーが合わないよう他人を君だとすり込まされていたの。根の上等手段の一つ、ノノは君を殺そうとした。根より使わされた忍び、そういうことですか。よくわかってるじゃん。
僕はまた何者かわからなくなった。何があっても僕の姿を忘れない親がなんだ。メガネも名も子供であることも今までのものが納得できないな。なぜ僕にそんなことを話す。あらゆるものを集めている。少しずつ集めた多くのもの、そしてそこから新しい完璧な自分に向かう。君よ、このようなあらゆるものと情報、あなたにとって僕がその一つなんだ。殺すなんてもったいない。己を導き出す組織、里を作る。私が断層からあなたを守る。両部隊長となった薬師ノノの子として、薬師カブトとして生まれ変わるのよ。私はオロチマル。さあ、私の傍らへ。次に調べたいと思っている組織がある。暁。オロチマルの人体実験データ。承知いたしました。サソリ様、まるで俺の傀儡のよう。今までのものが納得できないなら、まだ足りない。まだ僕じゃない。だからずっと付け足してきたんだ。君の能力と情報なんだよ。万華鏡を開眼したシャリンガンを持ち、多くの術と力を持っていた。僕の江戸転生にこれ以上の敵役はいないよ。現に俺は失敗した。やはりその名には羨望するよ。お前が名乗ったところで意味はない。僕は何者でもなかった。この前戦闘のあったとこだよ。こう見えても医療忍術が少しできるの。見たまんまじゃ。考えすぎないこと。居場所が与えられるまで意味はあるのさ。イザナミはまだなのか。仕掛けてくる気だぞ。オロチマル様はこうも言ったよ。ドトンドルク返し。機動丸雲爽快。アマテラス。サワラミの舞。まだスサノオは使えるか。奥に逃げたか。魔敵無限音叉。やっぱりオロチマル様で取り込むだけ。どうだいサスケ君、覚えているかい。あれはこれが今の僕の本当の姿。僕の中に蓄積されてると言ったよね。今やオロチマル様すら。カブト、お前はオロチマルじゃない。その存在に己を統一化するな。まず真似事から入るものだよ。よし、俺だって。サスケ、明日はちょっと大事な任務があって。その許せサスケ、また今度だ。ほら無茶したら。兄さんのように立派にやりなさい。さすが俺の子だって言ってほしかったんだ。己が成長するための過程だ。自分の存在意義を見出そうとしても嘘をついて己をごまかすな。僕が失敗する。どうやって。現術シャリンガン。つくよみ。これよりイザナミに入る。お前はもう終わったのか。天才には分かりようがないよ。誰にも邪魔させない。カトン豪華級の術。さすがに手の内が読めるよ。手傷を負わせても無意味。君らに勝ち目はない。確かめてみたいね。サスケ、さっさとこの戦いを終わらせよう。お前の運命を決めるのはお前自身だ。何を言ってるかまるでわからない。それだけははっきりわかるよ。本当の強者だ。これはどういうことだ。もうすでに角は切られていたはず。しかしこれは
僕に何をした？ありえない！どうやって？僕にできないことはない！言ったはずだ。うちはいたち！これが現実というのならば。実験。うちはの現実。俺の言ったことを思い返すんだ。タユヤの現実支配へと移行すれば。先方、無期転生。ふざけるな！やつはこのリンネ。イザナギと対になるもう一つの禁術。これがイザナギだ。